チャオ、あちゃんです。ちょっとね、子供を送り出して、あちゃんの朝ごはん、今日、3月の13日水曜日、あちゃんの朝ごはんやねんけどね、ちょっとね、朝から編集しとって、パソコンでの動画ね、ちょっとまだ機能はいろいろ出てけへんかったから編集しとったけど、いや朝ごはん胃の具合も、胃の具合ってことないねんけど、胃は悪くはないけど、なんか朝ごはんを食べられる感じじゃないね。でもね、朝ごはんは大事やねん、食べなあかんねん。だからほんまにね、なんちゅうんかな、摂食障害で悩んでる人もね、あっチャンネル見てくれて、食べてくれたら嬉しいなあ言うて、あっちゃんも一生懸命ね、あっちゃん食べるの好きやから一生懸命食べてんだけど、今日はちょっとあっちゃん、しんどい。でこんなね、朝からこんな顔見せるのもありやんで、一応ね、飲み物は飲めると思うんで、トマトジュースを、昼ご飯はがっつり食べます、ちゃんと食べるんでご心配なく。子供おらへんからさ、こう弱気なところもいいやん、子供おったら心配するから。昼はね、量がおるから笑顔で一緒に食べたいなと思ってね。なんか今日朝は胃の調子を良くする、あと血管、胃の調子も良くなるからね、トマトジュースね、やっぱ体ジュースいいから、これでね、一応胃だけは保護しとこうと。全く朝食べられへん人、とりあえず飲み物でもいい、野菜ジュース、ほんまはね、こんなトマトジュース、ジュースでいいと思うんだけど、フルーツ、リンゴ、バナナ、トマト、キャベツ、人参は絶対入れてほしい。で、自分でジューサーでニャーンって潰して絞り汁を飲んでください。すっごい体にいいね。もうそれだけで食べられへんじゃん、それでいい。いや、ヨーグルトだけでもいい。あっちゃんもこの後またヨーグルト取ってて食べんだけど、ヨーグルトとこれぐらいやったら、なんとか入んねんけどね。こんな感じで、ちょっと今日朝ごはんちょっとね、軽く食べます。体調は悪くないよ、ただ受け付けへんってことだけど、パン食べたくな、食べたくはないよ、食べたいね、口はパンを求めてんだけど、体が今なんか食べ物あんまり欲してないね。時々何年、ストレスかな、あらけどね、一生懸命ね、いろいろ気づきがあって自分を変えようとする時はストレスがかかりますね。ほんまにね、ちょっと しんどいというか、なんというか、でも頑張っていくしかないしね。朝からで、昨日寝る前も塗ったけどね、塗って、ちょっと起きやよ。あとね、今日ちょっとね、お買い物行きたくて、テンション上げていきましょう。じゃあヨーグルト取っていこうか。食べといた方がいいもんな。待ってね。ほんまにね、ちょっとほんま細いのをね、指1本分ぐらい出してるんだけど、ほんま、しっとりしてきた。これいいね。ニュートロジーナの超荒れ肌用、荒れ肌用っていうのもあるんだけど、乾燥肌用っていうんだけど、これは超乾燥肌用、ほんまにね、カサカサに優れた潤いよって書いてあるんだけど、いいよ、量が買ってくれた。そんな話すると泣いてしまうけどもね、まあそんな感じでね、ちょっとこう、もちもちになってきた手が、朝からだからもう食べ物触らへん、朝とか、夜寝る前に塗んねんけどもね。
で、まあ、ご飯作った後も気むいたら塗ったりするんだけど、やっぱり水仕事した後はどうしても荒れちゃう。夏はそうでもないよね。で左側はね、やけどしてね、バイクのマフラーをふらってちょっとめまいしてパンって掴んだんが、バイクの整備しててね、でエンジンパンパンって吹かして温めたやつで、そこでなんかさ、こううんこ座り、俗に言ううんこ座りしとって、整備しとってふらってなったんね。その時に前向いてふらってきた時に、とっさに手が出て触ったところがキンキンに焼けたマフラーやって、でここね、それからちょっと結構左手はカチカチやね。それだけじゃないねんけどね、事故の影響か何か分からへんけど、左半身がどうもなんかいろいろと、ダメやね。右の脳に異常あるのかも分からへん。いや、それは分からへんけど、足もね、左側、足は何もしてないのに左側だけカサカサひどかったりとかね。左側はやっぱり手がどんくさい、左の動きがね鈍いの。だからちゃん左利きでなかなかもうジム下手やしできへんのね。左でご飯食べるぐらいは練習したけどね。そんな感じやねんけどね。ちょっとヨーグルト取ってくるわ、待っとってね。よいしょ。はい、ヨーグルト入れてきました。今日もね、何も入ってない。プレーンヨーグルト、R1 とメグミルク。最近ちょっとね、ミルクもいろいろ試してみてんだけど、メグミルクが多いね。でね、ちょっといいミルク使うと味がミルキーでめっちゃ美味しいね。ちょっと食べられない。パンがダメなんかな。パンをね、食べたいと思うよ。ヨーグルトやったら好き、すんなり食べられた。うん、まあ、こんな感じでね、もし食べられへんねんとか受け付けへんねんって言ったら、何か食べられるものを見つけてね。で、食べる、飲み込む、指突っ込んで吐きたくなるよね。でもそうじゃなく、一回体の中を通すっていうのね、一口でいい。怖いと思うけどね、うん、でも一口飲み込んで、あっちゃんが食べてんね、一緒に食べよう、もう食べてくれたら嬉しいね。そうやって体力維持してほしいなって思うね。人間って確かにね、サプリとか点滴でも生きさせられることはできると思うね。生きることはできると思うね。でもやっぱり口から入れて、ね、体の中で消化するってすごい大事なことやと思うね。ね、もし食べられへんねん、怖いねんと思う人、結構いろんな病院かかって無理です、治らないですとかいうネガティブなことを言われた人がいてんだけど、あっちゃん動画見たら食べられるようになってんって言ってくれる人が何人もいてんねん。だからもしあっちゃんネルにたどり着いてくれたんやったら頑張ってみてください。と、はい、いうことでね、今日のあっちゃんの朝ごはん、食べられへんかったから、あっちゃんもねそういう時もあんねん。でパン食べ、大好きなパンが食べられへんかったから、トマトジュースとヨーグルトで朝食べてみました。ちょっと今日はね、テンションをあんまり上げられへんねんけども、この後気分切り替えてなんかして、じゃあお買い物今日行かなあかんねんけどね、今日の夜の分しかないから今日お買い物行って、でちょっとね、朝から行くか昼から行くか考えてね、ちょっとまあ行ってきたいと思います。はい、ということでまたね、今日も一緒に食べてくれてありがとうね。こんな朝ごはん良かったよと思ったら、高評価、応援、チャンネル登録してこれから見てくれたら嬉しいです。ではまたね、バイバイ。今日も一日よろしくね。